はい、ご覧です。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。なんとか始まりましたね。イベント始まっていきなりメンテ延長でですね、どうなっちゃうことかと思ってたんですけども、まあ一応ですね、順調か始まりました。そして新キャラの出現率アップガチャが来てるんで、今日はこちらガチャ引いてですね、イベント一気に進めていきたいなと思います。今回のねイベキャラは欲しい刺さる、まあ、強さもさることながらですね、キャラ的にもむっちゃ刺さる。なのでこのランク UG のリブル、そしてシズガチャからね、まあ、このベルドラ、このあたりはゲットしたいなと思います。とりあえずですね、ガチャからねこのリムルをゲットしないと、本当に僕が欲しいミリムがね倒せないんでゲットできないんですよ。ということでやっていきたいなと思います。おっと、てんてんてんで終わったということは、これは出るんじゃないの、このてんてんてんね。この少し仲間になる確率が上昇。この仲間っていうのがね、ガチャは覗くのかみたいな感じはするんだけど、どうなんでしょうね。ちょっとこれはワンチャンあるんじゃないかと思います。行くぜ。ちょっとこれは初日からもしかするかもしれません。やばいです。普段僕はですね、初日ガチャあんまり回さないんですけども、ちょっと今回のイベントは特別、さらに点点点ですから、行きましょうか。一応確率チェックしておこうか。確率は 0.6、0.4、0.4 の1の4ということで、本当に必要なキャラはねこの 0.6、0.4 なんですけども、でもダブルゼータのキャラ、ランク Z のキャラもこれは抑えておきたいなと思います。いきます。10連いきます。当たり前じゃないですか。さあ来てほしい。マジで今回のイベントは走りたい。テンスラ、おっとスペシャルなエフェクト。ガチャは使い回しだけどね。オルジョス、うわ、高ですか。ありえねえ、ありえねえ。赤カプ、マジか。でも止まれば新キャラ、新キャラ今回ねいっぱい入ってるんで、マップでもねゲットできるしね。今回のイベントはね、ワンチャンガチャから爆死してもね、おっと来たよ来たよ、赤カプからの、おっと、まさかこっからランが来た。ランク Z、 マジか、こんなことあるのか。ランが特殊能力あります。これあれだよね、おはじきの弱い方に対する特攻ということで、まあ弱い言ってもね倒せないから倒せないとその先もないんで、ここは抑えておくといいでしょう。おっと、しかももう育成済みで出てくるということで、これはちょっといいんじゃないの、このワンちゃん、ワンちゃんなのか。さあまずは滑り出しは順調か。マジか。さあ止まれば新キャラガンガン来てほしい。テンスラとのコラボむっちゃ刺さる。運営もね力入ってるよね。パズルの時のボイスも変わってるしさ、意外と力入ってんじゃね。さあ滑り出しは順調、いきましょうか。いくぜ、出してくれ出してくれ、イベント走りたい。4500。さあ初日でいきなりランク UZ 引いて走りたい。あっ、高めすか。どうしたどうした、滑り出し悪いぞ、滑り出し悪いぞ。 1% とか絶対出るっしょ、出ない方がバグってるっしょ。ランが 4% か、そりゃ出るわ4%。これはちょっと止まれば新キャラ、赤カップも侮れません。来てほしい、走りたい。考えてみたらおはじきも結構久しぶりだよね。なんかイメージ的にはなんかおはじきばっかりのイメージがあるんだけど、何気に久しぶりっていうね。いきます、あのワード使っちゃう、ラストいくわ、ラスト。ヒロ社長お願いします。さあ来てほしい、テンスラコラボ4500。さあこのエフェクト転生したい。あっ、赤か、赤ってどうした、ちょっとおかしくねこれ、逆にバグってね、てんててんでしょ、マジで言って出んのおかしくねおかしくね、ちょっとどうした、初日やべえぞ。さあ来てほしい、おいしょっす、止まんねえ、おいしょ、どうした、ガチャやべえな、ふっ、止まれ、あー全然止まんねえ、どうしたどうした、初日マジやべえな。
とりあえずですねイベント走っていきたいなと思います。さあ皆さんはですね初日ガチャどうした、何回ぐらい回して何が出ましたでしょうか。そのあたりねコメント欄で教えてほしいなと思います。とりあえず走るぜ。それではイベント攻略やっていきます。今回このリムルがですね非常に重要というか特攻があるんだよね。ということでこんなパーティーでやっていきます。チョコリーナ夏樹ですね。そしてジェントルメン同じく夏樹です。お坊ちゃま友達んこ最強夏樹、そして剣王で技ゲージをねすぐに貯めますからの極炎馬サポートとして使っていきます。さあステージ1でリムルが登場します。リムルはですね他にもね極のマップでも登場します。まあどちらでもね自分のやりやすい方で周回すればいいかなと思います。おすすめはこのステージ1で、やっぱりイベントのメインのキャラなんでドロップしやすいんですよ。でログボで1体もらえるよね。でマップでの特攻があるんでマップ攻略する上である程度技レベル上げておいた方がまあワイマネーも稼げるしね有利かなと思います。ということでまず軽くこのリムル周回してですね技レベル上げていきます。さあ今回まあいつもコラボイベント恒例なんですけどもマップでゲットできるっていうのはねこれは嬉しい。ただですね今回マップでゲットできるこの SS のキャラ特殊能力がありません。まあこのリムルだけはあるけどね、まあ他のキャラたちにはですね特におはじきでの特攻とかねそういうのがないのでそこが微妙。できればですねなんかおはじき特攻つけてほしかったよね、ショーでもいいんでつけてほしかったかなっていう気がするんだけどそれはないと。まあ今回はその代わりといってはなんですが、まあダブルゼータのキャラにね特攻がついているということで、まあガチャから引いてくださいよということでしょうか。 1% なんだけど出ねえよっていうねだから苦しい。まああとは永久特攻のですねクロスエンマとかねメグミンを使っていくかっていうところかな。落ちますね。やっぱ SS ランクぐらいだとねむっちゃドロップして楽しいね結構な確率でドロップするんで、まあこのリムルはね技レベルマックス幻突マックスぐらいまで上げちゃってもいいんじゃねっていう気がします。可愛いしねスライム。なので今回 SS のキャラはマップでゲットできるのでまあどちみちねおはじきのスタミナ回復待ち周回しておくのがいいんじゃないでしょうか。まあおすすめはですねこのリムル、まずこれを優先的に上げてその次ランガね、ランガが攻撃力アップバフということなんで、まあランガプラスリムルで周回したらねなかなかいいんじゃないかってね思います。意外とこのスライム可愛いよね、この目が可愛いや。そして肉好きか、夏といったら肉か。さあお宝付きで、お宝はドロップしないね、たまに経験値玉は落ちますけども。さあサクサクとドロップします。前回の封印強敵とはえらいドロップ率違いますね。さあそしてステージ20はランがいます。これランがねむっちゃおすすめ、攻撃力アップなんで、まあ、SS なんでランクが低いのであれなんですけども技レベル上げてやるとかなりね使えるキャラに化けるんじゃないかなと思います。さあ好物与えます。肉好きだよね。でイベント限定スコアタック今回もあるかなと思います。でこのコラボキャラにスコアボーナスついちゃったりするかもしれないんでこれは周回して攻撃力アップなんで使えるんで上げておくといいかなと思います。今のうちにね、まあ、今どちみちガチャ厳しいしね、この厳しい時に無理に回して爆死しちゃうよりもイベント後半でまあ適正難易度になってきたところでガチャ回してね行くのがいいんじゃないでしょうか。まあそれまではですね、まあマップ周回したりね、まあ、やることいっぱいあるんでそっちの方をね優先的に進めていこうかなと思います。来たねランガー
まずは1体目。友達になりました。ワンちゃんか、角が生えているぞ。さあ、そしてステージ26はシオンですね。シオンも欲しいよね。なかなか刺さる。このでかい剣を振ります。今回このキャラボイスだったり必殺技結構凝ってるというかね、力入ってるよね、運営もね。なのでちょっと楽しめそうだ。まあ、一応ですね、裏マップの強敵もね、特攻なしで倒せて、あとはおはじきと問題のおはじき、おはじき攻略、そして封印強敵、ここをいかに攻略するかね、今作戦をね練っております。さあ、夏木かけまくる。まあ、夏木はですね、とりあえず3回掛けでいきます。いきましたね、ワンフィーバーの3回掛け。まあ、あまりしつこくね、夏木をかけてドロー率上げるよりは、周回回数をある程度増やしていった方がトータルドロップ率はね上がるんじゃないかなと思います。さあ、隠されたルートが解放されました。今回隠しステージ来たね。ベニマルです。 Z 縛りのちょいむずということで、さあ、こんなパーティーでやっていきます。ここのステージはね、攻撃力アップ、ダメージカットが使えるので、まあそれを使いつつ、これですよ、リムルがですね、特殊能力のおかげでむちゃむちゃ強いんですよ。なのでリムルを使ってやるとこのステージは非常に簡単です。逆にリムル使わないとちょっと難易度上がるんで、さあ、鉱物与えます。攻撃力アップとリムル使えば楽々周回、高速周回可能かなと思います。まあ、そのためにもね、リムルある程度育成しておいた方がいいのかなと思います。さあ、ワンフィーバーでいきましょうか。ベニマルはやっぱ欲しいよね。 SS ランクか。でもなかなかかっこいいじゃないか。さあ、まずはダメージカットで反撃抑えるからの攻撃力アップ、重ね掛けしていきます。さあ、そしてメインアタッカーのリムルからのモンスト。さあ、これで、あ、行きましたね、鉱物 OK です。さあ、 HP は33万なので、まあまあ、それはそんなにでもないかな。来ましたね、ワンフィーバー。さあ、ドロップ来ましたね。これぐらい落ちるとむっちゃ楽しい。さあ、星集めもやっていくぜ。さあ、ベニマル友達になりました。